サポートお願い。汚れを。口ほどにもないじゃないか。さあ、まだやんのか。され。なあ、待て。マイセンを、これが妖魔の本当の。それ邪悪なる者よ。それともみんなで相手してやろうか。つまみ食いにかまけてメインディッシュを逃すのは面白くない。マイセン、あとはわしらに任せ。じいじ、さっきの狐人間は兵馬だったのですか。我々と言葉を交わすなんて。うん、あれは人間が兵馬と化した姿じゃ。疲れたと言ってもいい。人が兵馬に。さあ、お前たちはさっさと戻って休み。そうします。さあ、帰ろう。うん。動き始めたのかもしれんの。らしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだが、メインディッシュを逃すのは面白くない。まさかあいつの狙いって。アリシャ、auto would have been better. Let me see. Oh, that's interesting. Sandy, right click. Semi auto. Costumes. だろうな。みんなごめん。
よし。何が？うわ、ミクリオ、どうして？抜け駆けなんてさせないさ。え？僕も行く。ミクリオ、歩きながら話そう。時間が惜しい。あの狐男の言葉、狙いはアリーシャと考えるのが自然だ。ミクリオも気づいたんだ。当然。さあ、急ごう。ミクリオ、なんだよ、改まって来てくれてすげえ嬉しい。嘘一つつけない君じゃ人間の中ではやっていけないだろうからね。ジージー怒ってるよな。ジージーは覚悟していたのさ、いつか君が旅立つこと。大げさだな。一生会えなくなるわけじゃないのに。分かってるんだ、ジージーには。旅立ったら君はもう人間の中で生きていくって。これはジージーの。人間の社会ではお金が必要だ。困ったらこれを売って足しにしろって。そして君に伝言だ。自由に自らの思う道を生きよう。お前の人生を精一杯だってさ。行こう。時代が急すると同志の出現を祈る。これが世界。この後最悪の時代と呼ばれた時代に現れた同志の物語が幕を開ける。
この森を抜ければ湖が見えてくる。斜面を下っていけばいいはずだ。わかった。ってやけに詳しいな。まあね、この日のために情報を集めていたから。こっそり？ずるいぞ。We can cut straight down through the forest. We'll reach it soon enough. できたよ。